平克実です、ピアノ塾の第5回目でございますが、今日はですね親指について、やろうと思ってたんですが、和音のこともですねちょっとやってくれっていうことなので、最初にですね、和音のことについてちょっと少しテクニックをやってみようと思います。それでは始めます。はい、ですね、和音を弾くときに大事なのは、これ5本指があって長さが違うわけですよね。長さが違うので、子供さんなんか、こういうふうに長い指が先に行っちゃうとか、ね、短い指が後になっちゃうとか、そういうふうになっちゃうことがよくある。バラバラになってしまう。絶対に和音は、を揃えて弾く方法があるんですね。これはまず、ここのところ、これ何でもいいんですよ。これ手で今やりますけど、これに弾きたい和音、例えばドミソ、これをちゃんと、いいですか、これ長さを揃えちゃうんですよ。これここでここで長さを揃えて、そのまんま崩さないで、そうすると絶対音は揃うんです。長さがこう短い指が届かないような感じでやるとバラバラになるわけですから、揃わない場合は必ずこういうふうにして、手ではなくてもいいですよ。何でもいいんです。本でもいいんですけど、まっすぐにしといて、これに揃えて、そのまんまそれを移動させて弾くということ。それで、あと和音の弾き方なんですが、和音の弾き方がですね、上から下へではなくて、基本的にはやっぱりタッチと同じようにですね、下から上に向かってスピードをつけて、それで掴んであげる。で、掴んだら止めて抜く。抜くのは前、ここは抜かないんですよね。これ変ですよね。よくなんかカッコつけてこんなことする人いるんですけど、あれ何もならないですね。あれね、あれは重心をこう軽くして音を弾くときにはこれ腕をこういうふうにしてもいいんですが、こう普通こういうふうにして抜くときは前の方に、で前の方からこう横の方に抜くんだったら話は分けて、最初からこうやって気持ち悪いですよ、これね。ということでちょっと余分な話をしましたけれども、下から上、下から上で掴みながら前の方に抜かして上の方に持ち上げる。で強さがあります。で強さをコントロールするためにはやっぱりスピード、これでしっかり掴んでスピードをつけてこう弾くという。で弱い音が難しいですね。弱い音で例えば3和音を弾くときにはなかなかこう音が抜けてしまう、抜けてしまう、抜けてしまう。でそういうふうなことがありますので、そういうときはですね、真ん中の3和音の真ん中の音、このドミソだったらミの音、この音をですね弱くちゃんとしっかりまずこうやって練習してください。でこれが弱く弾けるようになったら、それにドとソを合わせてこういうふうな練習をします。そうすると絶対和音は抜けません。そういうことで和音の弾き方としてはこういう感じですね。で、親指はこの前言ったように、弾き方としては、ね、こういうふうに弾くわけですから、こういうふうに弾くわけですから、ちょっと上からちょっと取ってみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。親指ですが、親指の使い方ですね。で、これをこういうふうにして、指の形を持ってってスケールを弾くというのはこの間やりましたけど、その時に移動させてきますね。そうすると親指がこう近づいてきます。で近づいてきて、ここのところでつなげる必要はないので切れていいです。で切れても一回上に上げた切り方ではなくて、倒していて、あ倒れる倒れる、で次のというふうになります。そういうふうにすると親指は非常に速く持って、こういうふうになりますね。これを逆に降りてくるとき倒します。こうなります。基本的にスケールというのは、親指をこうやってこうなんかワイパー、昔のバスのワイパーみたいに弾く人いますけれど、これは、ゆっくりしたときはこれ通用するんですが、早いときに、なんかぐちゃぐちゃなんでね。よーくこれ、子供さんに
とかですね、あまり上手じゃない方によく見られる傾向なので、これをやっているとやっぱり、ずっとそのまま早くは弾けなく、一生かかっても早くは弾けなくなりますね。では親指のその倒し方、親指の持っていき方、持っていって次の指を用意する仕方とかっていうのをちゃんとしっかり学ぶと。で、これとこれは基本的にはつながらなくてもいいんだというふうな、それよりもこの指をしっかり上げていくと非常に一つ一つの音がコンコンコンとレジェルに聞こえますので、それをしっかり勉強するようにしてみてください。そういうことでございます。はい、いかがでございましたでしょうか。ちょっと和音のことも今日はやっていましたね。この指の揃え方、この指の揃え方と、それと下から上にやっぱりスケールの上にちょっとだけこう動かして、これをつかみながらこういうふうに、ね、それの練習、それのスピード感で、弱い音を出すときはこの真ん中の指、真ん中の音の指をちゃんとこう弱く弾けるように、この3つが大事なことでしたね。それと親指の組み方はこのスケールと同じように、ちょっと見づらいですけど、こういうふうに持っていって親指がここに鍵盤、こういうふうに開くという、こう持っていくという、こう持っていくという、そういうふうな持っていき方を練習してみてください。それでは今日はこれで終わりますが、チャンネル登録とですね、コメントの方もよろしくお願いいたします。平克実でした。それでは失礼いたします。